本日は格闘技界の神童那須川天心選手との大一番を控える K1 のカリスマ武尊選手が、同じく K1 の大レジェンド正人氏と YouTube にてコラボ対談を行い、その中で気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。武尊選手は新生 K1 唯一の3階級制覇王者でありながら、 K1 では未だ無敗のパーフェクトレコードを誇る絶対王者です。2018年3月にアンダー 60kg をリミットとするスーパーフェザー級に階級を上げてからは、現在までの約4年間スーパーフェザー級で戦い続けております。対する那須川天心選手はアンダー 55kg が適正階級としながらも、アンダー 58kg ライズ世界トーナメントで優勝を果たすなど、 55kg から 58kg ではもはや敵なし状態を誇っております。そんな適正階級が異なる両者の戦いでは、前日計量 58kg、 当日計量 62kg とキック界隈では珍しい当日計量を取り入れ、戻し体重 4kg が制限されているルールとなっております。この戻し体重 4kg というルールに対して、武尊選手は正人氏との対談の中で、今は体重が 64kg ぐらいで、天心選手との試合では前日計量 58kg、 当日計量が 62kg なので、普段体重を 61kg ぐらいまで落とさないといけないですね。当日計量が初めての経験なので怖いです。今までの経験上、試合当日の朝は前日に水抜きした分よりむくんで戻ってるんで、体重が増えちゃうんですよ。そこも考えて落とさなきゃいけないのかなって思って、結構早めから絞ってます。いつもは食事で3キロ、水分で3キロは増えちゃうので、そうなると完全オーバーなので、食事量と水抜きの量もなるべく減らした方がいいのかなって思ってます。当日計量の戻し4キロの話は、会見2日前とかに言われたんですよ。めちゃくちゃ悩んで、会見前日の朝くらいに OK したんですけど、そこから喉乾いて試合する夢を毎日見るようになって、飲みたいけど体重を4キロ以上戻せないから、喉カラカラのまま試合行くみたいな夢を見て、毎朝、口がカラカラで起きるんですよ。それが怖くてめっちゃ体重を節制してます。体脂肪も 6% ぐらいまで落ちてるんですけど、ここから筋肉も落とさないと 62キロまで落とすのきついなって思って、体ごとちっちゃくしないといけないと思いますと語り、当日計量戻し 4kg の話は会見2日前に聞いた、毎朝喉がカラカラの状態で目が覚めると衝撃の発言をしております。この当日計量戻し 4kg のルールに対して、ファンの中では、会見2日前に天心側が当日計量4キロ戻し制限を言ってきたってわけか、これを飲んだタケルは男だな、まあ制限かけないとタケルは67から8キロまで戻しちゃうから、62キロしかない天心じゃ絶対勝てんもんな、ルールも天心寄りだしフェアじゃねえな。体重戻しが制限されるならば天心に傾くような気がするけど、タケルもプレッシャーかけるからな。こればっかりはな、パワーとフィジカルはタケルだけど、戻せる量が制限されちゃうから体力戻らないかも。スピードとカウンター打ち抜く技術は天心かな。昔なら天心、今タケルかもと個人的に思う。やっぱ天心タケルは階級差が開きすぎたよな。まあタケルファンに噛みつかれそうだけど、戻し制限 4kg はいい塩梅だと思う。など様々な意見が飛び交い、物議を醸しております。注目の集まる世紀の一戦、タケル VS 那須川天心はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。